食店集客万歳というわけで、今日も榎本孝之が7分から8分ぐらいの時間を使って飲食店の集客についての話をしていきたいと思います。昨日はですね、僕後楽園っていうラーメン屋さんにね、行ったんですけれどもね、よそのお店に行くといつもいつもとても勉強になるなと思ってですね、まあいい点も悪い点もね、勉強になりますけどもね、昨日思ったのはラーメン屋さんですよね、後楽園さんってね、あのね、箸が滑るっていうのがね、すごく残念な感じですね。まあ何回も言ってるんですけれども、箸が滑るんですよね。で、僕はラーメン20年やってて、結構ね、他のお店さんにアドバイスするときっていうのもあるんですけども、まあリサイクル箸使ってるところって結構ね増えているし、まあ割り箸使ってるところは全然問題ないんですけども、リサイクル箸を使っているところは、まあ箸が滑らないっていうことをぜひ意識してもらいたいと思っています。で、うちがね使ってる箸ってちょうどここにあるんですけどもね、この先ちょっと見えないかな、これなんですけどもね、名前はねトルネード箸って言うんですけども、もともともう10年ぐらいは使ってるかな、ね、割り箸使わないようになってから、リサイクル箸が流行ってから結構経ちますもんね。で、どういう基準で選んだかっていうと、まあ、ずっとね、うち水餃子というか茹で餃子っていうのをねやっていて、その茹で餃子がねもちもちの皮なんですけれども、前に使ってたやつは特にね小ぶりのちっちゃなやつでね、それがねツルッツルなんで、そのツルッツルの水餃子でもつかめる箸、リサイクル箸っていうのを探して、やっぱり、ラーメン産業店っていうね展示会で出会いまして、それからもうずっとこのリサイクル箸を使ってますけどもね、箸ってね無意識で、つかみづらいってすごく味覚に影響するんですよね。これはね、意識じゃなくて無意識の部分だとは僕は思うんですけども、昨日ね家族で後楽園行ったんですよ。で、僕が箸が滑るんで、割り箸をもらって食べたんですけども、まあ、うちの娘とうちのかみさんにもね、味が変わるから、一回割り箸で食ってみろって言って割り箸3膳頼んで、で割り箸で食べてもらったんですけどもね、まあ、2人とも、まあ、あんまりよくわかんないって言ってました。僕はもう絶対に味が違うと思うんですけども、でもあんまりわかんないと、こうね、明確に違うって、意識的に違うっていうほどじゃないにしても、無意識では絶対に大きな影響を与えて、無意識に与える影響っていうのはすごく記憶に影響するんでね、最終的にその無意識で行動の選択が起こるので、絶対に滑らない箸を使うと、無意識でも無意識でもどっちでも、その箸先に意識、ね、気が向いて、無意識が向いて、あるいはこうよ力が手に余計な力が入ってっていうことが起こるので、これは絶対に味に影響するし、絶対に記憶に影響するので、ぜひですね、まあ、トルネード箸おすすめですけども、まあ、自分で使ってみて滑らない箸っていうのを選んでもらいたいなというふうに思います。まあ、というわけで、そんな前振りをして、いるんですけども、今日はどんな話をしたいかっていうと、まあ、告知していた内容はですね、お客様は何を求めているのかっていうことです。で、飲食店の経営者の方にね、お話しする話なので、まあ、美味しいものを求めてるっていうことはもちろんだなというふうに思います。あとは、だから、いい接客を求めてるとかね、いい雰囲気を求めてるとかね、で、やっぱりいろいろあると思うんです。これをこうね、ちゃんとこう、分解をすると、その、美味しい食べ物、美味しいメニュー、商品を求めている、いい接客を求めている、いい空間を求めている、これが、まあ、店舗力を表す QSC って言われるものですね。 Q はクオリティ、商品の質、 S はサービス、接客の質、 C はクリーンリネス、衛生管理の質で、僕はもうちょっと広めてね、空間の質って BGM だったりとか、エアコンの空調だ温度だったりとかっていうのも含めて C っていう風に表現した方がいいなと思ってるんで、まあ、その、ね、C はちょっと広めの、フレームになりますけれども、その QSC っていうのが店舗力で、そのより良い QSC っていうのをお客様が求めてるっていうことだと思うんですよね。で、これいつも言ってる話なんですけども、今日は、別の角度からお客様が何を求めているのかっていうこと、これはお客様のこう心理、
まあ、心理学に基づいたお客様が求めているものっていうことの話をしたいと思うんですけども、これは何を求めているのかっていうと、お客様はお店から大切にされたいと思っているっていうことを、ぜひ言語化して、頭の中に入れといてもらいたいんですね。お客様は、大切に扱われたいと思っている。でこれをひっくり返すと、お客様は、粗末に扱われる、あるいは自分が粗末に扱われているというふうに感じると、ものすごく、機嫌が悪くなって、怒るっていうことですね。だからクレームが起こる、飲食店の中でクレームが起こる原因っていうのは、自分が粗末に扱われたと感じるっていうところからスタートをします。だから例えば水こぼされたとか、オーダーを取り忘れたとか、オーダーを通し忘れたとかっていうことの原因をもうちょっと掘り下げると、その現象で起こってるんじゃなくて、その起こったことに対しての、反応で、粗末に扱われたっていうことを感じると、お客様が怒って、でクレームに発展するっていうことだと思ってるんですね。なので顧客満足度を上げる、お客様にもう一回リピートしていただくっていうことのための何をすればいいのかっていうふうなことを言うと、お客様が大切に扱われてるっていうふうに思ってもらえる商品提供をする、接客をする、そして空間演出をするっていうことがポイントになりますね。お客様は大切にされたいと思っている、お客様は大切にされない、粗末に扱われてる、雑に扱われてるっていう風に感じると、ものすごく腹が立ってクレームにつながっていくっていうことを、ぜひですね、言葉として、意識として、持っていてもらいたいなというふうに思います。でね、このじゃあ何をすればいいのかっていうことをで言ったときに、僕が最も重要だと思っていることは、お客様が入ってきた時に、歓迎を、お客様が来たことに対しての歓迎を表すっていうことが一番重要で、一番効果的なポイントですね。そこでお客様が自分が大切に扱われてるなっていうふうに感じてもらえれば、もうお客様の心は掴んだっていうことになります。でその後ちょっとしたミスが起こっても、そこで心を掴んでおけば、許してもらえる可能性がすごく高くなるし、いい捉え方、いい意味で捉えてもらえる可能性もすごく高くなります。で入り口からお客様が入ってきた時に最大限の歓迎を表す、お客様側からの話しましょうか。お客様がね、入り口から扉を開けて入っていく。で、その時に、たまに起こること、あってはならないんだけど、決して珍しくない現象とすると、もうちょっとでお店閉店のランチタイム終了の時間だったりとか、ディナータイムのラストオーダー、最後取って帰るぞ、片付けるぞっていう時にお客様が入ってきたとすると、スタッフがなんだよっていう顔をするとかね、あと1分でラストオーダーの時間が終わって、今ちょうどノーゲス、お客様に誰もいない状態だから、閉店前の30分前ラストオーダーだったら、もうラストオーダー終わった時点からもう一気に片付けに帰れて、今日は早く帰れるぞっていうような、タイミングの時にお客様が入ってきたりすると、思わずなんでだよっていう風な言葉は言わなくても表情をしたりとか、雰囲気が出たりとかっていうことってなくもないですよね。で多分ね、お客様もね、そういうことされた経験ってあると思うんですよね。人生の中で、もう本当数えきれないぐらい外食ってするので。だからそういうふうなことが
お客様が自分が大切にされてないと、お客様が自分が粗末に扱われてるっていうふうに感じる瞬間ですよね。で、そういった、あとは、その、お店が、例えば初めて入るお店だったら、本当に入ってみないといい店か悪い店か分かんないわけですよ。で、飲食店って、これがね、また特殊な商売なんですけれども、例えば、洋服屋さんに入って、なんか気に入らないものが見つかる。気に入ったものは見つからなかったりとか、従業員のこう愛想が悪かったりしたら、まあ、買わないで出てくるじゃないですか。ところが飲食店ってもう一回入ったらなんか感じが悪いとか店が汚いとか、雰囲気悪いとかっていう風になっても出てこれないんですよね。まあ僕はね、まあ、こんな商売も30年もね、経営者としてやってるから、もう一発目で感じ悪かったら、いや、感じ悪いから帰るっつって帰ったりするんですけど、普通の人はできないですよね。だから一回扉開けちゃうと、もう入って食べて金払ってないと出てこれないっていう、それがね、飲食店の結構こう、特徴なんですよ。だからね、飲食店って、やっぱり本当に入ろうと、初めて入るお店とかって、もうね、馴染みの店以外のお店入るときっていうのは、もうかなりね、決死の覚悟で、覚悟を決めて入ってくるんですよね。そんなお客様の気持ちを察して、扉が開いた瞬間に、0.2 秒で最高の笑顔で、いらっしゃいませっていうふうなこと。大体ね、いらっしゃいませっていうふうに言われたってことは、やってますっていう表現なんでね。だから、まあ、うちも実際そうなんだけど、例えば中休み、前の話で言うと、中休みを取っているお店なんだけど、のれんは出しっぱなしにしてあるっていうこと。うちもそうだったんですよね。だのれん出てるけど、休憩中みたいなね。お蕎麦屋さんなんか特に僕は見てると多いと思うんですよね。休憩中ものれん出してるって。そうすると、やってるかやってないかわかんない。例えば2時半ぐらいに入ってた時に、あ、もう終わってるんですとかって言われたらすげえ嫌じゃないですか。恥ずかしいし。だから、その気持ちを持って、不安を持って入ってきてるっていうのを分かってあげてほしいんですよね。だから、扉開いた瞬間に、あ、来ちゃったって、どうする？どうする？いいよ。大丈夫。あ、OK。あ、どうぞみたいなね。そういうことがないように。これが、お客様が大切に扱われていないと感じることなので、入り口の集中をして、お客様最大限の 0.2 秒で、歓迎を示すウェルカムをする。っていうことが、今日の、まあ、お客様は何を求めているのかっていうテーマに対しての行動での答えですね。これが一番、効果的です。で、そこでお客様が安心して、大切に扱われてるって、自分が歓迎されてるっていうふうに感じてもらえれば、あと結構、楽になっていくので、ぜひね、お客様が入ってくる瞬間っていうところを意識して、接客力を上げて、これね、店舗全員で共有してもらいたいんですけどね、ぜひやってもらえればというふうに思います。というわけで、今日も飲食店集客万歳ということで、榎本貴之がお送りいたしました。いつもお超いいねとか、いいねとか、高評価とか、ハートマークとか、たくさんいただきまして、ありがとうございます。本当にそれが私の唯一のモチベーションになってますので、ぜひよろしくお願いいたします。YouTube ご覧の方は、ぜひチャンネル登録していただければ嬉しいです。それでは、また明日もライブ配信していきますので、よろしくお願いいたします。それではまた明日会いましょう。ありがとうございました。